たせをいたしました。ご乗車ありがとうございます。特急浜風4号大阪行きです。これからは JR 神戸線を通ります。次は明石です。明石には16時30分に着きます。神戸には16時43分、三宮には16時46分、終点の大阪には17時5分、5時5分の到着です。姫路から列車の進行方向が変わり、前から3号車、2号車、1号車の順です。重積は一番後ろ1号車となります。お手洗いは2号車と3号車に。次は明石です。お待たせしました。次は神戸です。神戸を出ますと三宮に停まります。
願いします。列車はおよそ5分で終点の大阪に着きます。お降りのお客様はお荷物などがお忘れ物のないよう支度をお願いいたします。大阪駅は10番乗り場に到着します。お出口は右側です。大阪から乗り換える列車ご案内をいたします。大阪環状線ご利用客様、西九条弁天町から天王寺方面が1番乗り場です。また京橋鶴橋から天王寺方面は2番乗り場です。大阪より先、新大阪、高槻、京都方面の JR 京都線、快速電車舞原行きは17時8分、8番乗り場、東淀川、吹田、岸辺、千里方面の普通電車京都行きは17時10分、7番乗り場です。ホームが変わります。京都方面の新快速電車安行きは17時15分、着きましたホームの向かい側9番乗り場です。新大阪から新幹線をご利用客様は JR 京都線の電車で次の新大阪駅までお越しください。北陸方面に参ります。特急サンダーバード35号金沢行きは17時12分、隣のホームの11番乗り場から発車いたします。阪急線、阪神線、地下鉄線はそれぞれこの駅です。今日は山陰浜崎からの特急浜風4号をご利用くださいましてありがとうございました。皆様のまたのご利用心よりお待ちいたしております。